それでは試合に対する意気込みを順番に伺ってまいりましょう。まずは大江戸対お願いします。あのさ、この間のタイトルマッチ負けて最悪な時にわざクイーンズクエスト勢揃いで喧嘩吹っかけに来て、結果全面戦争になったわけだけど、もう私が裏切ってから1月とかになんかやったよね、あの綱引きマッチとかで引き分けて、それ以来特に音沙汰なく、別にもういっかとか思ってたけど、何を急にそんなに燃えてきたわけ？そこがちょっと気になっちゃってさ。お前さ、お前が裏切っといて何勝手に終わった気でいいんだよ。こっちはずっと腹立ってんだよ。だからこそお前らがあんだけ煽って煽って、そして負けたあの試合の後に来たんだろ。まあさ、あの全面戦争、まあいいんだけどさ、二人今一ヶ月くらい喧嘩してて、まあ、言い合ってて、その状況で全面戦争、まあちょっと厳しいよね。そもそもさ、二人さ、ちゃんと話し合ったの？ねえ。安住さんは宇多美さんのこと何も思わないですか？リーダーになって1年間何してきました？宇多美さん、お前さ1年間何見てきたの？リーダーだからこそユニットのためにこの1年頑張ってきたんじゃん。何見てたの？頑張ってきたって具体的に何ですか？ユニットのためを思って動いてきたじゃん、ずっと。見てなかったの？お前がベルトにしか集中してないから見てないだけなんじゃないの？もちろんそれは認める。私は1年半ぐらいバンダーのベルトを持って、そこは自分に精一杯になってしまった部分があるって思ってるけど、やっぱり結果が出てないっていう部分で、私はこの現状をどうにかしなきゃいけないと思ってるし、そこが一番悔しい部分。そんなんこっちだって思ってるよ。思ってずっと動いてきてんじゃん。でもすぐ、何？なんか具体的にっていうか、全員で話し合えてもないし、何考えてるか分かんないんですよ、やっぱり。お前の方がずっと何考えてるか分かんねえよ。おい。あのさ、てめえらが喧嘩ふっかけてきやがったから、ももがわざわざ金網っていう面白い提案をしてまで喧嘩買ってやったのによ。てめえらの個人的な感情で試合でもここでもぐだ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 揉めやがって。いい加減にしろよ。なあ、全面戦争で全勝してきた大江戸隊に対して、そんな状況で金網に入っちゃって、うちらに対して失礼だろ、失礼すぎんだろ。なあ、正直うぜえし迷惑でしかねえんだよ、そういうのはさ。マジ萎えるんだけど。まあまあ、いいじゃん。今、キッドが言ったように、うちら大江戸隊は、こういう試合めちゃくちゃ得意なんだよ。
だからうちらにも緊張感持たせるためにいいこと一つ思いついたんだよね。最後にケージに残ったやつがユニット強制だったい。どう？私はいいと思う。ルーザーリーブユニットマッチってやつだよね。よく知ってんじゃん、神谷のくせに。まあ裏切らなくてもユニットから出る方法ってたくさんあるしね。あ、そうだ、宇多美に。宇多美、今いろんなことしっちゃかめっちゃかやって信頼感なくしてるかもしんないけど、私はそんな宇多美嫌いじゃないよ。以上、クイーンズクエスト VS 大江戸対ケージマッチでございました。両チームあり、宇宙一きらめくスターダムのビッグマッチ、スターダムサンシャイン2023、6月25日国立代々木競技場で開催。明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。